こんにちは。動画で離乳食もぐもぐ教室パート2です。今回のパート2では鮭のバター焼きをご紹介します。離乳中期に入ると乳製品や肉をはじめ使用できる食品が増えてきます。食品によってはとろみをつけるなどの工夫が必要な時期です。調味料は少量であれば使用しても良いですが、出汁で煮ただけや味付けをしない場合でもお子さんが離乳食を食べてくれるなら無理に味付けする必要はないでしょう。今回のメニューは鮭を使います。離乳食に使う場合、塩を振ってある塩鮭ではなく塩を振っていない生鮭を使います。また鮭は調理前に骨を取ります。ブロッコリーと人参は柔らかく下茹でしてから使います。出汁の取り方は動画で離乳食もぐもぐ教室パート1をご覧ください。味付けには味噌を風味付け程度に少量使います。またこのメニューでは鮭を焼くときバターだけでなくオリーブオイルでも作ることができます。さらに鮭など魚はパサつきますので、とろみ付けしたあんをかけることでお子さんが食べやすくなるよう工夫しています。いかがでしたか？このメニューを大人用にアレンジするときは、鮭をムニエルにしてブロッコリーや人参を添えてみましょう。次のパート3ではミネストローネをご紹介します。そちらもぜひご覧ください。